4K の超高画質。新たな2カメラ式ドラレコを取材しました。ユピテル、Y、4K、量販店、ZR、4K、ディーラー向けを紹介します。フロントが 4K、前後にカメラ型、事故だけでなく、煽り運転被害などの交通トラブルでも強い味方になってくれる。 にカメララ型ドライブレコーダーダ今まさに購入を検討しているという人も多いだろう。そんな人にぜひお勧めしたいのが、ユピテルからリリースされた Y4K だ。同機能、同形上で販売ルートが異なる ZR4K もある。ネーミングに 4K とあるように、業界トップレベルの超高画質となる 4K 動画。 撮影を実現している。今回は発売直後ながらデモ機を借り出すことができたので実際のドライブを通じて実力チェックを行った。本体、リアカメラとも手のひらに乗るコンパクトサイズ。本体はフロントガラスの髪型に取り付けられボールジョイント式ブラケットで自在に角度調整が可能。リアカメラはブラケット一体式でリアガラス内側に貼れ上下に 角度調整が行える。ガラスとの隙間が少ないため、ガラス面の映り込みも防げる。電源は、オーディオ配線や車内ヒューズなどから取得でき、本体とリアカメラを接続するケーブルは9メートルと、長いため、ミニバン、SUV などボディの大きな車両でも問題なく、取り付けられる。国産車、輸入車を問わずほとんどの車に対応する、汎用タイプだ。搭載されるセンサーは、 本体内蔵のフロントカメラは約820万画素 4K 画質、解像度3 8 4 2 1 6 0で記録を。リアカメラは約200万画素フル HD 画質、解像度1920-1080の記録を行える。まずはフロントカメラの記録映像をよく見てほしい。周囲の車両もはっきり景色は鮮やか。 これは記録データから一場面を切り出しているものだが、4K 画質ならではの圧倒的高精細には誰もが驚かされてしまうだろう。昼夜ともにビデオカメラで撮影したと言っても疑わないほどのハイクオリティだ。隅々までくっきりしていて色合いも鮮やか。やや離れた場所の車のナンバープレートまで読み取ることができ、周囲の車両のドライバーの顔まで認識可能だ。つまり、 画面内の情報量が極めて多いため、証拠としての能力も極めて高いと言える。旅先の綺麗な景色を記録したり、友人との楽しい思い出を SNS などにアップロードするのにも向いているだろう。ちなみにリアカメラは、現在のドライブレコーダーの標準と言える、フル HD 画質だが、好感度に定評がある、スタービスしようとしている、プライバシーガラス。 スモークフィルムなどの色付きガラスでも黒つぶれが発生しにくく暗い夜道であっても路肩の状況までわかる画面内の明暗差を自動補正する HDR 機能は両カメラに搭載されているフル HD のリア映像を広い画角で収録そして見逃せないのがフロントリアともに最大記録画角が対角150度水平130度 垂直70度と極めて広いこと。これならば、隣車線から割り込んでくる車や、横方向から飛び出してくる自転車、歩行者などを捉えやすい。記録映像の再生は、本体の2.4インチディスプレイだけでなく、パソコンでも行える。Windows であれば専用ビューソフト、無料が利用でき。前、5映像の同時表示、記録場所の地図、速度、 G センサーデータなどの確認も OK だ。またマイクロ SD カードの記録映像トラブルを抑える機能が充実しているのも嬉しいところ。高耐 QMLC 方式 32GB マイクロ SD カードを付属している上、書き込みエラーを起きにくくする独自のファイルシステム特許出願中を搭載。さらにカードの入れ忘れ、破損、記録停止などを画面、 オンで知らせるる。チェック機能も備えている今回は試せなかったがオプションを追加すれば、駐車中の当て逃げ、車上嵐などの自動録画が可能、長時間の映像記録を行える、タイムラプスモード、車両前後のうろつきを検知して記録できる、動体検知モードなどを利用可能だ。3年間の長期保証、1年間のタイムズロードサービス無料利用、交通事故時ドライブレコーダー、 買い替え保証金制度対象など安心して使用できるサービスが充実している点にも注目したい。ユピテルの2カメラ型ドライブレコーダー Y4K の価格はオープンプライスだ。